で、これが大根ね。で、寒冷地って出ててね、川口もそうだけど、かなり生育いいよ。わかんない。虫だけのせいなのか、なんなの。あの、一つの可能性はね、虫にちょっとでも葉っぱ食べられると、その分、要するに光合成できる場所がなくなるのね。で、だからその、そうすると、こう、なんていうの、残ってる葉っぱで光合成したものっていうのが、こう、量と、こう、葉が虫に食われないで全部残ってて、光合成した量っていうのは、では、まあ、1割食われたとしてさ、光合成量が1割違うわけじゃない。で、その後のその、葉っぱの成長も、また違うわけだな。で、その後成長してきた葉っぱっていうのが結局、その分、こう、また、例えばその、10% 早く育ってるんだとすればさ、こう、だんだん最初の時期でちょっと虫に食われたか食われてないかで、差がついてくるっていうのはなんかわかるような気はするんだけど、そうなのか、寒冷性自体になんか効果があるのか、そこがちょっとまだよくわかんないな、これは。生育いいでしょ、寒冷性してない方よりも。